まずは試合お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、今日の試合の振り返りをお願いします。そうですね、立ち上がり早々で先制できたのはすごくチームにとって、よくて、まあ、2点目も取れたので、まあ、よかったんですけど、やっぱりそこから先がやっぱり全国大会に出てくるチームとの戦いの厳しさをやっぱり痛感しました。やっぱり厳しい時間帯が続いて、あと1点取れればというところで、まあ、そこで取れたのは、まあ、大会通しての彼らの選手たちの成長も感じるゲームでした。はい、はい、ありがとうございます。では次の試合に向けての意気込みをお願いします。はい、ベスト8になりますかね。もううちは何も失うものないので、もう常にいつもと一緒で、相手にチャレンジする、立ち向かうっていうもう精神で、全力で走り抜きたいと思います。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。